はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、榊優也です。さあ本日なんですが、エンタメイトオッドアイズハオリューデッキをね作ってきたのでこちらを使ってデュエルをしていこうかなというふうに思っております。優也のデッキ以前ご紹介して EM オッドアイズ のランクマン用のね構築ご紹介したと思うんですが、あのデッキね正直やりすぎなんですよ。先行でなんか7妨害くらいするんで、なんかやっぱデュエルになんないんですよねもうちょっと対話する EM オッドアイズで、かつザークも出るように今回は組んできました。出したいモンスターをですね今回たくさん積んでまして、まあ、かなりファン構築用になってるんですけれども、まずですね覇王竜ザークを普通に出していきます。今回は覇王竜の魂とかああいうカードで脱法召喚するんじゃなくて、これちなみに融合召喚条件はドラゴン族の融合シンクロエクシスペンテランモンスター1体ずつ、で出せるんですけど、これミラクルシンクロフュージョンっていうカードで墓地融合できるんですよ。なので、今回はこのミラクルシンクロフュージョンとそれから、ベルテアナコンダ入れてまして、これでね普通にこのミラクルシンクロフュージョンからザークが出るようにしてます。でこのデッキのねEM オッドアイズのいいところって、このドラゴン族の融合シンクロエクシスペンテラモンスターが無理なく入ることなんですよ。展開の途中でやっぱこのその融合素材が揃うんですね。オッドアイズアブソリュートから、ボルテックス出したり、それからメテオバーストから、アークペンテラム出したりするんで、フィールド墓地にこの4種類絶対揃うんですね、このデッキって。だからこの動きを使うとやっぱミラクルシンクロフュージョンで簡単にザークが出るんで、今回はその統合召喚をしていくことを目標にしています。でもう一体俺どうしても出してモンスターいて、皆さんこのニルバーナハイパラディンっていうモンスターご存知でしょうか。これユウヤくんのエースモンスターなんですけど、これね作中でもユウヤくん使ってたけど、これねこのモンスターねめっちゃかっこいいんだけど、何が特徴かっていうとテキストバカ長いんですよこれすごくないですか。これペンデラム効果とこのモンスター効果これだけあって、これ実はですね当社調べ遊戯王史上一番長いテキストのモンスターらしい、このモンスターがこいつが一番長いんだって。ちなみに、テキスト量なんか397文字らしいんですよ。もうおよそ原稿用紙1枚分のねテキスト量が書いてあって、これ出したら相手テキスト読んでる間に爆発するんじゃないかなと思って、今回はこれをね、出していこうというふうに思ってます。ちなみにめっちゃ出しにくいです。チューナープラスチューナー以外のシンクロモンスター1体以上っていうめっちゃ出しにくい条件です。一応ねシンクロ召喚する場合は P 召喚したモンスター1体チューナーとして扱えるっていうことが起きるんで、一応シンクロモンスター用意してあげれば結構出しやすいかなと思うんですよね。はい。でゆうやくんのなんだろうな使ったモンスターとかゆうやくん関連のモンスターをなるべく多く採用したかったので、今回はその EM オッドアイズガチ構築の方の例えばバロネスであるとか、あとマスカラじゃねええー、っとアポロウサであるとか、ああいうカードはちょっと一旦抜きましてね、ある程度その妨害数を抑えて、ファンデッキ要素をちょっと強めてね、フリー対戦的な感じで使えるように、組んできたつもりです。ちょっとサポートカードでエレクトラムとかビヨンド・ザ・ペンダラムとかをちょっと入れないとね展開ができないんであれですけど、だから令和の榊優也デッキみたいなねいう感じで、なお闇落ちはするみたいな感じの構築になっているということだけちょっとご容赦いただければというふうに思ってます。早速ですね覇王竜ザークを統合召喚していきましょう。デュエルスタンバイ。やっぱさオッドアイズ EM オッドアイズってちょっとやりすぎのテーマなんですよね。展開もうちょっとやっぱパワーを落とさないと楽しくないと思うから、エンターテインメントって何だったっけなっていうのをねある程度そのちょっと思い出してほしいなというふうに思ってる。さあ優也くんには眼制圧してレディースジェントルメンで言ってるだけはちょっと微妙だから、さあオッタチシンクの破壊して、おっとなんかあるな、おやめろおやめろ、おいおいまあいいやろ、バトラー引いててよかったわ。一応これ破壊できなくても、これもうなんか積んだと思うじゃないですか、レベル7しか出せないから。オッドアイズバトラーっていう最強モンスターがいて、これオッドアイズシンクロを叩きあればね、自身特殊ができるんで、オッケー。まあこれで一応ケアもいきますね。で、オッドアイズアークペンデラムドラゴンの効果を発動。アークペンデラムによって、バレットを特殊召喚。はい。
これはどこ止められても一応展開は多分できましたね。でバレット効果発動して、これはレディアンジュでいいかな。でだ、レディアンジュ効果発動、オットアイズか、EM があれば、セットできるっていう墓地からね。これ結構優秀です。でヘビーメタルフォーゼエレクトラムをでリンク召喚していくと、結構でも EM オットアイズとか魔術師ってウララ持っててもなんかどこに当てるか難しいですよね。ヘビーメタルフォーゼエレクトラムの効果ってここウララ打てないからさ、まあ、ドローの効果に一応打てるけど、あとアストログラフとかあんまなんかもう関係ないんだよね。ここでアストログラフだろうとエレクトラムだろうとここにウララ打ってもなんかそんなに困んないから、こっちは今困るか。エレクトラム効果 と、アストログラフ効果今スケールないから困るわ逆に。この場合はね、なんかまあ手札によってはでもここからまた展開できる、まあてかあれだわ、ビヨンドペンデラムすれば展開できるからあんま関係ねえわ。でこれは、レディアンジュですね。でレディアンジュはドクロバット召喚か、なるほど。まあでもとりあえず一旦ビヨンド行くしかなくて、レディアンジュはいいのか。でもさすがに、ペルソナ行かないと、オットアチシンクロンの効果活かせないんで、ペルソナ持ってくるしかないですよね。ビヨンドザペンデラム臨床感。あとちなみに展開ルートの細かいのは別で動画出しますんで、EM オットアチ展開ルートの動画あるんで、まあ、そっち見ていただければと思います。忘れんかったら概要欄に貼ってあるかもしれない、忘れてたらごめん。でペンデラム召喚でオットアイズシンクロンと、ここはレベル7だな。一回レベル7出しておかないとエクシーズがねできないかもしれないから、まあでもできるけど、どうせこれオットアイズシンクロンでペルソナ出しゃいいから。はい。でレディアンジュからのマンモスでビヨンドはいらないで、オットアイズシンクロンの効果使ってシンクロドラゴン出す。メテオバーストがね結構優秀でね、スケールのモンスター出せんだよね前に。これ結構強くて、でしかもシンクロドラゴンなんでザークの素材にもなるっていうね。でオットアイズメテオバーストドラゴンをシンクロ召喚効果発動、自分のペンデラムゾーンのカードを前に出すことができる。そして、レベル7のモンスターに対してオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚。ここね、メテオバーストは残しておきたいんですよ。ちょっとね、理由があってね。はい。エクシーズ召喚、現れろ。オットアイズ、アブソリュートドラゴン。さらに、オットアイズ、アブソリュートドラゴンと、ちなみに、ここはマジで、リンク4とかだったら何でもいいんですけど、あんまね、やっぱね、アポルウサとかはちょっと強すぎると思うんだよね。対話にならないから。まあ本当はアブソリュートでいいかもしれないけど、ここはなんかスカルデッドにしてます一応俺は。でアブソリュートの効果も発動、アブソリュートドラゴンの効果によってエクストラデッキからオットアイズボルテックスドラゴンを特殊召喚、さらにオットアイズメディオバーストドラゴンにペンデラム召喚したレディアンジュをチューナーとしてチューニング。平穏なる時の彼方からあまねく世界に光を放ち、蘇れシンクロ召喚、現れろレベル10涅槃の超魔導剣士イルバーナハイパラディン。シンクロ召喚成功時効果発動、自分の墓地のカードを1枚対象に取り、そのカードを手札に加えていく。うおこれが出したかったんですよね俺これが出したかったんですよ。ちなみにこのニルバーナハイパラディンさんのテキスト量、なんと、総合計テキスト量397文字と、なっておりまして、私の調べた限りでは、当社調べ、最も効果テキストが、長い。およそ原稿用紙1枚分というね、テキスト量を所持している、最強にテキストが長いモンスターとなっております。はい。一ピットではもうちょっと一回ボルテックスくんの、ちなみにこの盤面ボルテックスの向こうくらいしかありません。はい、ボルテックスの向こうくらいしかないから余裕で超えられるんだけど、
やっぱね、こんくらいに抑えないとね、やっぱね、遊戯王になんないんだよ。いいえ、もっとあいつって。まあ、とりあえずちょっとレディアンジュ戻して。よし。さあ、分からしていくスタイルな。うん。ウィッチガスそんな手が利かずないから、意外ときついと思うんだけど。はい。で、ピットル効果で1枚ドローして、1枚ウィッチガスカードを墓地を送ると。OK。いいだろう。パトローナス OK。言うて手が出ないでしょ。やべ、やべ、俺、ボルテックス単体も超えられないか、相手のデッキ。なるほど。いや、ちょっとね、これでも超えられないとなると、もうやりようないよね。いや、ボルテックスぐらいは出さないと、こっちも。さすがにきついからさ。ドクロバットジョーカー召喚して、ドクロバットジョーカーの効果を発動。ドクロバットジョーカーは EM か、オッドアイズ系のカードを持ってくることができたりできなかったりするんだけども、まあ、これ、一応、ディゾルバーかな、これ。一回ディゾルバー持ってきて、スケールはもうどうでもいいな。ちょっとボルテックス残しながらボルテックス側にしたいんで、ですね、一回ボルテックス出しに行った方がいいな。よ、ちょっと待ってろ。ボルテックス、出しに行こう。オッドアイズディゾルバーの効果を発動。オッドアイズカードと、それから、エンタメイト、ドクロバット、ジョーカーを、素材にして融合召喚、現れろ、オッドアイズ、ボルテックスドラゴン。よし。さらに、オッドアイズ、ボルテックスドラゴンと、スカルデッド、2体のモンスターを使い、リンク召喚、現れろ、プレデタープランツ、ベルテアナコンダ。力を借りるぞ、ユーリ。お前の力を借りる。そして、天空の交際の効果。オッドアイズディゾルバーを破壊し、オッドアイズカードを1枚を手札に加えていく。これによりオッドアイズペンデラドラゴンを手札に加えていく。いやー、でもこれ出せねえな。まあいいや、しょうがねえ。アストロガフ行け。アストロガフマジシャンの効果を発動。ユーズのカードが破壊された場合、このカード自身を特殊召喚する。そして破壊されているカード同名カードを1枚手札に加えていく。これによりオッドアイズディゾルバーを手札に加えていく。いや、これもうちょっとうまく回してほしいんだけど、まあいいや。そしてベルテアナコンダのモンスター効果を発動。敵からミラクルシンクロフュージョンを墓地に送る。四天の竜をすべ、第五の次元に君臨する究極竜よ。今こそこの我と一つなのだ。統合召喚、入れよう羽織ザーク、おりゃー統合召喚。パトロナス、いいだろう。青龍ザークは特殊召喚に成功した場合、相手のフェドロカードを全て破壊する。我は神となったのだ。神と同化し我は神となる。うおあんま相手の盤面ちょっと1枚しかなくて、あんまちょっと豪快じゃねえなしょうがない、いけ。アストラクラでダイレクトアタック、さらに青龍ザークでダイレクトアタック、行け、ニルバーナ、トゥルース、スカーバティ攻撃名、かっこいいね。このモンスター出せてよかったわ。あ、まあ反動悪くねえな。まあ相手の展開によるが。やっぱ、こういうなんかその、アニメキャラ原作対決みたいなのしてるのが一番楽しいですね。やべ、社長来た社長来ちゃ、社長来ちゃった。ちょ待って、社長はさ、社長分回るとなんか世界終わる展開してくるんだよな。地獄門の契約書どうぞ。ちゃんと回してる人ですかねこれね。あの、ちなみに僕DD の展開ルートをブログにまとめてるんで、DD の動画の確か概要欄かなんかなんかに貼ってあるんで、まあ、興味のある方は、ね、見てほしいんですけど、マジで呪文ですよ、マジで呪文。うん、これはヒエラティックテキストですかっていうレベルのね、展開量があるんでね、ガチでやばいっす、このデッキ。で、待って、これケプラーグリフォンガチでやべえな。ケプラーグリフォンはかなりやばいかもしれない。これ最大展開までいきそう。相変わらずなんか展開長えな。まだ回してんだこいつ、デスマキナやば。まずは社長ね。はい。社長、デスマキナ。このモンスターは契約書カードを破壊
するか、またはオーバーレイユニットを2つ使うと、相手のフィールド上で発動したモンスター効果を発動したモンスターを、下に重ねてパクるっていうことができるんで、今現状ですね、2回くらいパクられますね。あ、今のところは今のところ2回くらいパクられるの確定で、テム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 レベル6に対これはエグゼクティブシーザーつって、特殊召喚系のモンスター効果、魔法カードの効果、トラップカードの効果を、無効にできます。で、1ターン1の制約ないので、今オーバーレイユニット2個ありますので、特殊召喚系の効果を今2回無効にしていくといった状態。はい。これ DD ね、あのね、世界終わるんですよね、結構、展開、割と。もう今ここで4妨害は確定します。ですから、はい。でここで、初シンクロってなってくると、もう DD 世界終わるんですけども、これ何が出てくるんですか？はいはいはい。これは、魔法カードの、表側表示の魔法トラップカードの効果を無効にするっていう効果なんで、まあ、あれですね、アビスみたいなね、感じです。レッドデモンズアビスみたいな。ガチでやばいだろ。これ何妨害だよ。魔法トラップカード無効、ちょっと待って、後で数えるか、最後の最終盤面で。社長対話する気ゼロすぎん。社長対話する気ゼロ。サイクリートが、まずそもそも魔法トラップカードの効果を、まあ、フリーチェーンで無効にするという、効果があります。で、エグゼクティブシーザーさんが、特殊召喚する系の効果を発動すると、魔法トラップモンスターなんでもいいんだけど、それを無効にするっていう効果が一応、ターン値制限ないから、まあ、2回打てる。オーバーレイユニットが2個あるからね。で、デスマキナが、モンスター効果発動すると、そいつをパクるっていう効果が一応契約書、2回破壊できるので、今全部3回くらい破壊、4回か、3、4回くらい破壊して効果発動できるから、3、4回くらい無効にできますから、まだ4、4、5、6、7妨害くらいありますね。はい。先行7妨害しかれました、社長に。頭おかしくないですか、これ。社長、対話する気あります？社長マジでおかしいだろ。これは無効にされてもいいや、別に無効にされてもいい。あのモンスター効果は無効、別にペンテロ召喚ギリできるからまだなんとかなると思うんだよね。でパクられると結構きついが、ジェントルード効果と持ってくる系効果、オットアイズ系のカードを、で一応多分これはバトラー持ってきてジェントルード破壊すれば、デスマキナってここに発動できんの？あ、これモンスターカードなんだ。やばっ。あ、これペンディラムスケール爆れるんだ、これやばい。知らんかった。あれペンディラムカードでもモンスターカードだから爆れるんだ、あれやばっ。俺普通にあの前に出るモンスターだけだと思ったわ。あれなんだ、ペンディラムモンスターもモンスターカードではあるから、モンスターカードの効果発動してることになってペンディラムスキルバグれるんだ、これやばい。終わったか、終わったのか、終わったのか。ドクロバットジョーカーでも無効にする効果がないな。ドクロバットジョーカー効果発動で、ドクロバットジョーカー効果で赤、あれか、7妨害じゃなくて6妨害だわ。これ契約書を返して、ここ2個になるから、ここで、あ、OK、OK、OK。あ、7妨害やっぱり。合ってるわ、7妨害いいんだ。7妨害いいんだ。7妨害、7妨害いいんだ。合ってるわ。無理すぎる。これ何持ってきたらいいんです、僕は。スケールを持ってこないと。ペンデラム召喚をしないと意味がない。で、アークペンデラム、ペンデラムすぐにセッティングして、これもしかしてセッティングでもパクれるよ、これやばセッティングでもパクれるよ、これやばいだろ、あいつふざけんなよ、無理だよ、スケール合わねえもん、もう師匠、あいつ秘書すぎん、ガチでさ、いや、この社長カスだろ。